くぜ。行くぜ。おい、一層つまめ返し。当たった。ほらほら、やりきった。当たった。ほらほら、ほら、一層つまめ返し。
こいつが、なんだこの感覚。感じる、フィロの思い。この力があれば、俺は。ありがとう、フィロ。どうやら力を示し、奇跡とやらを起こしたようだな。だが忘れるなよ、人を動かすのは力じゃねえ、力を振るうおめえの心なんだ。リップス、
アドリー、治ってよかったな。パーティーには来ないのか。戴冠式イベントか。お祝いって気分じゃないんだけどな。マクアヌの港区でイベント NPC に話しかければいいんだな。月の木の本部にこんな場所が。ん？榊さん、それでお仕事って何でしょう？アトリ、これはとても重要な仕事だ。月の木の理想を実現するためにはなくてはならない工程なんだよ。月の木の？頼めるかい、アトリ？はい、もちろんです。榊さんのためなら私。いい子だ。いいかい、アトリ？お前は償わなければならない。え？お前の犯した罪を。榊さん？この音聞こえる。あの音が。いけません、榊さん、ここは危ない。なぜ耳を塞ぐ？よく聞きなさい、アトリ。その音はお前のためになっているんだよ。あれは清めの音。そしてここは懺悔の部屋だ。さあ、すべてをさらけ出せ。仮面の下に隠した傲慢、虚飾、恐怖、すべてつかみ出せ。お綺麗な PC の下に潜む矮小なお前自身を見せてみろ。榊さん。これは。お前は罪を償わなければならない。え？分かっているはずだ。お前の過ちがどれだけの犠牲を生んだか。それは。アイダサーバーが発生したのは誰の責任だ？あれはひどい事件だったな。PK に襲われた善良な PC が一人、また一人、抵抗もできずに意識不明になっていった。
長谷尾君たちの活躍で皆復帰できたからよかったものの、彼らが失敗していたら大変なことになっていたぞ。でもそれは、ボルドーが力に溺れたのは誰のせいだ？違う。そうかな。アイダサーバーでアイダに感染しなければ彼女もああはならなかった。そうだ、ボルドーだけではなかったな。ヨウコウは？彼女はどうだ？私、何も。そうだな、彼女を PK したのはボルドーだ。お前じゃない。お前は悪くない。だがそもそもボルドーがアイダに感染していなかったら、ヨウコウは意識不明にならなかったんじゃないか。であればもちろん長谷尾君も悲しまなかった。長谷尾君が悲しむことになったのは誰のせいだ？教えてくれないか、アトリ。おや、答えが聞こえないな。では私が代わりに思い出してやる。誰のせいだったかな。やめて。もう。ああ、思い出した。すべてお前のせいだったな、アトリ。否定しても答えは同じだ。自分でも分かっているんだろう。悪いのは誰なのか。そうだ、お前だ。いつだってお前なんだ。私がいるから。そうだ、皆が不幸に見舞われる。だって私は一生懸命。だがそれはいつも裏目だ。私、榊さん、私。そうやってお前はいつも私に救いを求める。だって私、榊さんしか。私いいんだよ、アトリ。私はお前のすべてを許してあげる。世界がお前を憎んでも疎んでも、私だけはお前を必要としてあげる。榊さん。だからお前は私に従わなければならない。私と分かたれたが最後、お前はトアの孤独に囚われることになる。怖いだろう、一人は。人は他人のぬくもりを求めるもの。真に一人で生きていけるものなどいないものな。目を閉じなさい、アトリ。楽にしていい。マクアヌの港区でイベント NP。
星が泣き、星は砕けた。世界に祝福された戦士たちは星々さえ打ち負かし天に昇る。さあ称えよう。手にした名誉を捨て、再び苦難の道を選んだ勇気を。さあ登れ。選ばれた強者がさらなる高みを求めて踏んだ栄光の階段。紹介しよう、新チャンピオン、ハセオチームだ。それでは戴冠式を兼ねた優勝賞品の贈呈に移りたいと思います。おめでとう。それでは戴冠式を終わります。皆さんごゆっくりご歓談ください。全員と話をしておくか。ハセオ、優勝おめでとう。なんだかオイラまで嬉しいぞ。もしかして次は3番目の龍研究のチャンピオンの座狙ってるの？ハセオ、カーリーナでは見苦しいところを見せた。恥を承知でこうしてやってきた。陽光のことは俺に責任がある。何と言われようとも仕方がない。俺があんな力に溺れさえしなければ。あんたを責める気はねえ。俺にだって責任はある。俺はもう無力な HPC でしかない。頼むハセオ、陽光。分かってるよ。奥には見えるよ、君のまとうきら星の輝きが。エン様の大活躍言うたら、うちますます惚れてもうたわ。来てるのはサークの方か。なんやハセオ、お呼びでない。やあハセオ、今夜は君が主役だね。ああエン様、ハセオごときの相手したらもったいないわ。もっと胸張れよ。アトリちゃんを直したのはハセオなんだからな。大丈夫、俺たちがこうやって戦い続けてればさ、きっとみんな目を覚ますって。アトリちゃんだって治ったんだ。だからお前の大事な人もきっとな。酒だ、酒持ってこい母ちゃん。おっさん、またリアルで酒飲んでるな。なんだ、文句なら聞かねえぞ。こちとらいい気分なんだ。今日は絶好調だな。あん、俺でもやるからうたうた言うな。う、久しぶり。来てたのか、獣親父。うん、来てたぞ。おめでとう。って気分でもなさそうね。陽光の意識は回復していないわ。お嬢さんの場合とは事情が違うからな。あ、未帰還者になったプレイヤーはどうすれば回復すると思う？私たちにできるのはただ逃げないことだけよ。良き目をした人よ。前回のベーゼはなかなか気に入ってくれたようだな。気に入ってねえ。ということでプレゼンツ第2弾。今回は熱い灼熱の抱擁を送りに来たのだ。って待て、落ち着け、迫るな。よせ、やめろ。
恥ずかしがらずとも良いのである。ギャを倒したか。欲望にとらわれ戦った者と信念を支えに戦った者の力の差か。なんか疲れたな。少しだけ一人になるか。今日はオーバンパーティーに来てないな。アトリも。そういえば月の木の連中を見かけないな。アトリ、来てたのか。月の木の仕事は。あ、アトリ。ハセオ、ここにいたの。どうした。揃ってケースを変えて。月の木で大変なことが起きたらしい。大変なこと。率直に申し上げます。榊が欅様を裏切りました。月の基本部は榊派に乗っ取られました。欅様は PK され、現在は行方不明です。うちは揉めか。ギルド内の揉め事はギルド内で解決しろよ。ただの PK ならそうかもしれないけれど、さっき八田様から連絡があったの。月の木本部があるエリアで強い間反応を確認したって。間？欅は間の反応のあったエリアで PK され行方不明になったってこと。つまり。ええ、未帰還者になっている可能性が高いわ。どうかご助力願えませんか、長谷尾殿。どうして俺に頼むんだ。欅様は常々おっしゃっていました。自分に何かあれば長谷尾さんを頼れと。俺を。はい。お願いいたします、長谷尾殿。月の木本部の状況を詳しく説明してくれ。中は悪夢のようでした。アトリが、いや、アトリ自身ではなかったのかもしれません。とてもうつろで操られるように欅様を。アトリが欅を。黒い斑点が皆を襲い、斑点に取り憑かれた者は互いに戦い始め、
アイダの感情増幅ね。カエダさん、他にアトリちゃんのことで気づいたことはなかった？気づいたことですか？そういえばアトリの体の周りにも黒い斑点が見えたような。まさか。状況から考えてアイダに感染した可能性が一番高いわね。行きましょう。非分使い候補を失うわけにはいかないわ。違う。ハセオ？アトリだけじゃねえ。もうこれ以上誰も意識不明になんかさせねえ。二度と誰も失ったりしねえ。あ、ハセオ、一度タウンに戻りましょう。各自準備をしてカオスゲートに集合ってとこか。ええ、急ぐわよ。デルタサーバー、クレナズム無休の夕月にクーンとパイを。転送できない？どういうことだ？どうやらアイダは私たちのことが嫌いみたいね。パイ。アイダはそこまで成長したのよ。人を選別してエリアに閉じ込めるまでに。なんだって。現在月の基本部は小規模なアイダサーバーと化しているわ。前回のように無作為に PC を取り込むのではなく、自らのアイダ自身の意思で PC の選別をしている。プレイヤーを選別？何のために？アイダは何が目的なんだ？ヤタ様はこうおっしゃったわ。前回のアイダサーバーでは観察、そして今回は実験。実験って何を？アイダは様々な形で気分に干渉してきた。私に取り付いて気分を暴走させたり、エンデュランスを操り、人を観察したりもしたわ。そして今度はお嬢さんの秘文を吸収して活性化し、アイダサーバーを作り上げた。これまでのことでアイダは確実に秘文へ興味を持っている。アイダは秘文が欲しいのよ。秘文はアイダを呼び、
アイダは碑文を呼ぶ。でも俺たちに取り返されたから。だからもう一度手に入れようっていうのか。おそらくは。このままお嬢さんを放っておけば、今度は PC ごと取り込まれてしまうかもしれない。でも碑文使いはアイダに対してある程度の耐性があるんだろう。だったら。忘れたの？お嬢さんは碑文使いとして改元していないのよ。つまりアトリはアイダの格好の獲物ってわけか。くそ、早くしないと。ハセオ、あなたアイダサーバーから脱出するとき何かを入手したわね。あ、なんだこれ。オーバン01。オーバン。ああ、渡しなさい。これがあれば月のゲイリアに侵入する手段をヤタ様が見つけてくださるわ。用意ができたらメールで知らせるから、それまでに準備を整えておきなさい。ヤタ様、これを。ん？アイダサーバーのゲートキーパーが持っていたものです。なんと皮肉な鍵の中。オーバー。ヤタ様、これは。解析を始める。キーを複製すれば。ごちゃごちゃ指示の細かいやつだぜ。要するにアイダ侵食エリアを調査しろってことか。
パイとエリアを調査してデータシートを手に入れよう。